おはようございます。橋本海です。本日はプロの漫画家の悩みについてお話をしていきたいと思います。いやお前は漫画原作者じゃんというようなツッコミは置いといてですね、それも含めて悩みがあるんだよというようなお話をしていきたいと思います。なので最後までですね、プロになったらこういうことあるんだなと思いながら聞いていってくださればと思います。よろしくお願いします。人の悩みなんていうものは千差万別あるんですけれども、こういうことが挙げられるんじゃないかと皆さんが真っ先に思うのが、好きなものってやっぱり描けないんでしょう、プロになっちゃうと好きに漫画描けないからやめといた方がいいよと言われたこともあると思いますし、編集さんに注文つけられて何も好きなもの描けなくなっちゃったみたいな話ももちろん聞きます。ただですね、ここは正直言って僕にとっては悩みじゃないです。なぜならですね、プロになって好きなものばっかり描いていいっていうようなわけがないんです。お金をもらうからなんですね。お金をもらう以上、書いたもので読者が喜んでくれるようなものを書くという義務が発生していると思います。それなのに、いや自分が書きたい漫画じゃないからとか、自分が書きたい絵じゃないからっていうような理由で NG ですっていうようなことはですね、プロ意識に欠けてるんじゃないかなというようなことが思いますので、もちろんですね、ああいうの書きたいんだよなというような思いがあるのは否定しません。僕にもあります。ただですね、そこをプロの悩みとして捉えてしまうと、悩みの質っていうものはやっぱり下がってしまうような気がするので、そこはプロの悩みじゃないだろうみたいなことを僕の意見として申し添えておきたいと思います。では一体何なのということなんですけれども、寂しいんですね。どう寂しいのか、一つ目はですね、作品を書いていない時期、連載を持っていない時期ですね、自分が世の中に求められていない感じがしてくるんですね。これがどう寂しいかと言いますと、新作を考えるっていうものは一人です。まずその企画を作るという段階では一人になりますから、黙々と作品を書いてそれを出して訂正してくださいとか、もしくはボツですって言われて、繰り返し繰り返しそれをこうブラッシュアップしていくという作業になるんですけれども、だんだんですね、直しが加算でいくと、あれこれ面白いのかなとか、これ何のために書いてんだっけなとか、だんだんとですね、自分が世の中に求められていない感じがしてくるんですね。そうなるとどんどんこんなん書いてもしょうがないんだよなとか、いやーこれなんかノリノリで書いてたけどだんだん恥ずかしくなってきたとかですね、だんだん自分を責めるようになってきます。そういったことでですね、まず自分がポツンと一人ぼっちな感覚に陥る、そういった寂しさがあります。もう一つですね、寂しい要素あるんですね。それは仲間が辞めていくということです。特に漫画家志望の間ですね、仲間ボロボロ辞めていきます。漫画の専門学校に通ったことがある方はですね、特に強く感じると思うんですけれども、まず漫画の専門学校に通っている段階でボロボロ辞めます。例えば僕がですね、通っていた漫画の専門学校、1年生の段階で 50% の人数が辞めました。そして2年生になって残りの人数の 50% が辞めました。つまりですね、最初の4分の1の人数しか残っていないということで卒業を迎えたんですね。その時点で漫画を描いているいない関係なく、卒業生が減っているということで仲間が減ったという寂しさがあります。そして卒業生の中で漫画を続けている人っていうのが、卒業した段階でですよ、卒業した段階で漫画を続けるよというような人がですね、そのうちの半分だったんですね。その半分の仲間うちで、その半年後に続けていたのは僕含めて3人です。そしてそのうちの1人は今一緒にこのチャンネルで生配信をしてくれている岡田くんです。そしてもう1人いたんですけれども、8年後ですね、その仲間も辞めてしまって僕と岡田くんだけが残っているという状況になります。こうしてですね、漫画の専門学校に通っていても辞めていきます。で、自分は漫画を描き続けているわけです。岡田くんも描き続けているわけです。そういった中でもう仲間がお互いしかいないという状況なんですね。お前だけは辞めてくれるなよという、お互いが睨みを聞かせ合っているということになるんですけれども、多くの方がですね、こういった睨み合いもできないという状況になっています。僕しかもう描いてません、私しかもう描いてませんという方いっぱいいらっしゃいます。ぜひですね、今漫画家志望をやっていらっしゃる方、みんなのためにも辞めないでいただきたいと僕は思います。必ずですね、やっていれば芽が出るというようなことを言い切ることはもちろんできない業界なんです。そこはですね、僕はこういったチャンネルをやっていますから、みんなできるよと言ってあげたいんですけれども、みんなできるようで安心してしまう人が出てしまうと、その安心のせいでできなくなってしまうというような危険性があると思いますので、あえてですね、みんなができるわけではないとこのチャンネルで初めて言うかもしれません。でも言わせていただきます。そういった寂しさが皆さんあります。なのでこの寂しさですね、これがプロの一番の悩みかなと思います。作業
をしていても寂しいし、続けていても寂しい、辞めていく仲間たちを見ることが何より寂しいなということがあります。このチャンネルでもコメントしてくださらなくなった方やっぱりいらっしゃいます。その方々ですね、今何してるのかなとか、作品書いてるのかなって思いを馳せることもちろんあります。でたまにですね、作品で賞を取りましたなんて連絡くださった時にはめちゃくちゃ嬉しいんですけれども、そのまま連絡を絶ってしまわれる方いらっしゃいます。もちろんですね、そういった継続的に報告するためにコメントしてるんじゃないよという方もいらっしゃいますけれども、コメントしてくださった方がですね、お久しぶりですって書いてくださるだけでとても嬉しいので、続けてくださればなというふうに思います。 Twitter でもですね、漫画家志望者さんとつながりたいみたいなハッシュタグありますよね。それはやっぱり仲間が欲しいからです。そして漫画を描いている方々はですね、ツイッターとかよく見たら、作業イープできる人いませんかみたいな、一緒に描きながら話せる人いませんかということですよね。それはやっぱり寂しさから来てるんだと思いますね。なのでこういった寂しさをですね、皆さんで埋め合うということは、今は SNS を使って簡単にできる時代ではあります。でもですね、やっぱりリアルで知ってる人が辞めていくというものは本当に辛いです。なのでこういった YouTube はですね、一つの SNS ですから、リアルで辞めていく人よりも皆さんが辞めていく方はダメージがないんだとかですね、そういったわけではないんですけれども、やっぱり寂しいので、そういったことはですね、できるだけ皆さん協力して寂しさを埋め合ってやっていければなと思います。それを一つですね、解消するだけでもモチベーションになると思います。今日も何々くん頑張ってるだろうから自分も頑張ろうとかですね、 Twitter でつながってる何々さんたち今日も作業イープしてるから自分はそこに混ざらなくても頑張ろうとかですね、そういったモチベーションにつなげていただければなと思います。プラスですね、ちょっとした競争社会みたいな部分もありますから、あの仲間よりも自分が先に受賞したいなとか、そういった野望は持っていいと思います。もちろんですね、やつを蹴落とすためにこの作品のあのネタリークしてやるとか、そういった悪いことは考えてはいけないと思いますが、自分の実力であいつよりも早く作品を認めさせてやるというような、そういった虎視眈々とした熱意もですね、時には必要になってまいりますので、そういった面も込めてですね、周りを見ながら仲間がいるんだと思いながらですね、やっていただけたらなと思います。今回ですね、プロ漫画家の悩み、寂しさについてお話をしてまいりました。寂しいのが苦手だよという方はですね、積極的に自分を発信してつながっておくということで気持ちを紛らわせることができるかもしれません。そうでなくても寂しさっていうものは付きまとっていくもんだなというものがありますから、そこを埋めてくださるのは読者の声にもなります。なので読者の声が得られるように、読者を喜ばせる作品を書こうという気持ちでやっていただければいいのかなと思います。ちなみにですね、僕は常日頃から寂しさを感じているんですけれども、寂しい気持ちと落ち込むというのはまた別だなと僕は捉えておりますので、安心してくださればなと思います。このチャンネルではこういった漫画家のお話、そして漫画のリテラシーやノウハウも今後もお話ししていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録や高評価していっていただければなと思います。また月一のライブですね、生配信でのコメントもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。橋本海でした。